マンゴロー古墳は、新潟県妙高市梨の木にある古墳。形状は円墳。梨の木古墳群を構成する古墳の一つ。妙高市指定史跡に指定されている。新潟県南西部、八代川が形成する、扇状地に築造された古墳である。周辺では10基以上の古墳が分布したが、本古墳以外は現在までに消滅している。これまでに、墳丘は作閉されているほか、 1975年に発見され発掘調査が実施されている。噴景は円形で直径16メートルを測る。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方向に開口する。石室は長さ約7メートル、幅約1.7メートルを測る。石室の石材は八代川から運ばれたもので、新潟県内では 最大級となる1から1.5トンの巨石が使用される。石室内の副葬品としては、壁玉製下玉のホカス液、恥木の高槻きが検出されている。また、石室正面の前提部では建物以降、門上以降の掘った手柱跡が検出されており、墓前堂や鳥居を連想するような施設を伴う点で、全国でも珍しい例になる。築造時期は、 古墳時代後期の6世紀代と推定される。古墳域は1978年に旧荒市指定史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。ありがとうございます。